ご無沙汰しております。ほんまにご無沙汰してますね。もう全然ダメ。もう暑くてコロナでもうキャンプには行けません。10月まで無理じゃないかな。行けたら行きたいなとは思ってるんですけどね。9月でも最高気温が30度を切らないとうちは行かないです。で行けないです、この子たちが。なのでもう暇やからスプーンを作ろうかなと思って今材料を出してきました。機械を使わず、手だけで、スプーンを仕上げたいと思います。ノーカットでいけるかな、わからん。カットするかもわかりませんね。さあ、そしたらやっていきましょうか。なかなか楽しいですよ。どんなスプーンができるんかね。どこも行けないからしょうがないよね。もうまあライブは2回ほどやりましたけどね。暑いっしょ。もうどこも行けないし、夜しか出られへんもんね今。暑そうで、台風来るって言ってもね、明日から。まあうちは大阪なんで台風はそんなに影響はないとは思うんですけどね。よし、そしたらもうここに座ったら動かないからね、できるまでではやっていきたいと思いますほんま久しぶりやね。全然ナチュラル的には変わってはないんですけどね。暑いから出ていけないっちゅうだけで、そして危ないからね。ちょもうあっち行っとけこれちょっと今から作業するからね。はい、それではやっていきたいと思います。よし、さあ機械を使わず手だけで作るな。時間かかるけどな、サンダーあったらそれは楽やけど。木は白樺です。じゃあそこで暴れないよしておりますが、ちょっと鉢取って、危ないから鉢取って、
はい、お疲れ様でした。めっちゃ切りましたね。これぐらい切った。こっからここまでものすごい血出た。こんなに切ると思わんかったけど、スプーンナイフですね今日は。めっちゃ切った。血がそこら中に散らばってたわ。あー、いた。さあ終わりました。そこら中なんか木くずだらけですね。よいしょ。もう暑くてくたばってっしょ。よいしょ。いた。まだまだまだ暑すぎて外出れないよね。さあしたら片付けて終わりたいと思います。今月末だから、とりあえず気候次第ですかね。来月には行きますけど、今月末行けたらいいんですけどね、それまでもうしばらくキャンプはお待ちください。ではお疲れ様でした。ココお水飲んでたん。